どうしようかな。どうでしょうか。はい、始まった。はい、皆さん、こんにちは。西村です。まだ岡山の倉敷におります。すごいね、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 ずっと。ここは、先日もお伝えした通り、有林庵という、まあ、ゲストハウスと、まあ、昼間はカフェという形でやってまして、今その、まあ、パブリックスペースというか、オープンスペースというか、みんなでこう、団らんする場所におります。というわけなんで、今日は、この場にたまたま居合わせた方々にご登場願おうと思います。では、まあ、先ほどはちょっと決まったんですけど、決まったっていうかそうなっちゃったんですけど、自分パパ役になったらしくて、立場の弱いパパ役です。ではあのお母さん、お母さん、はい、どうぞ。お母さん、お母さん、はい、お母さん登場です。中村さん登場しようと思ったのに、ここカメラですからね。あ、どうもどうもどうも。すごい顔が。本当はこの人がオーナーなんですけど、今あのあこっちか。ユーリアンに来て、若干いつかの東京から来ましたテルミです。お母さんです。そんななんですか。そんななんですよ。はい、絵描きでユーリアンのこの。中村さんに呼ばれて中村さんに呼ばれてあのヘルパーをしています。いいおかみさんになれるといいな。で お父さんを今ピシピシやってるところなんかわけのわかんないことにね使ってます。いいおかみになれるかなみたいな感じで、はい、よろしくお願いします。じゃじゃあ続いてあのさっき決まった息子のアキラが出てきます。アキラが、こんなに大きな。こんな落ちてきた。ない。あ、よろしくお願いします。京都から来ましたアキラと申します。22年ぶりにパパに再会できて、パパとママと復帰別れになって。あ、いいところだった。全員参加、全員参加。じゃあ説明としては誰ですかね。はい、誰にしましょうかね。娘と婿。婿。無理に決めなくてもいいよ。じゃあ、アキラさんどうぞ。これ、あの、YouTube でよくするんですけど。してる、撮ってます。今いる人たち全員で、はい、あの撮ってるところなんですよ。よかったら参加しましょう。はい。あ、ゲストハウスは初めて来たんですけれども、本当に、家族が増えるような気分になって、非常に楽しい空間であるなと思っております。緊張して、緊張だよね。何喋るか分かんないよね。パパが後ろにいるんで。じゃあ、はるばる北海道からいらっしゃった。はるばる北海道から。そうですね。で今日行った銭湯もものすごくてよかったです。すごかったです。いいな、行ったらいいな、いいな、行っていいな、いいな、うっかりしてたよ。ゲストハウスも初めてで、すごい雰囲気のあるところに泊まれてよかったです。みんな和気あいあいしてて、ここでよかったです。よかった。東京から来てるんですよ。ずっとここのお店にいるからなかなか行かれなくて、お休みの日に行こうかなと思って。初めてだな、京都から来ました。私です。ここのユーリナさんにはここ数ヶ月月1回お世話になっています。恥ずかしいでしょ、なんか食べるの、ね、本当になんかすっかりここのなんか主のようになってたりして主です、主です、お幸せ様です。幸せな、お幸せ様です。抱き笑しですなってますとか言って
いるらしいんですが、そう、本物の座敷わらしに、ね、今日会えるかもしれないです。西村さんが聞いたんですけど、はい、ありがとうございます。はい、はい、映ってるよとか言って恥ずかしいよね、なんかね、なんか自分にこうやって喋ってるみたいな、ね、そうだよ、うん、そう、はい、福井から来ました、ゆきです。今日の朝八神社でしたっけ。あ、神社、うん、八神社へ参拝に行って、その後陶芸をしたり、幸せプリンを食べて、桃尻カップに入って桃ジュースを飲んで、まったりと過ごしてます。で、早速ご利益があって、昨日実は新山口駅で忘れ物をしてきちゃってなくなっちゃったんですけど、出てきました。お風呂帰りの、そこはカメラです。はい、お風呂上がりの。知ってる？はい、こんにちは。夫婦で鳥取から旅に来ました。直島に一泊して、今日は倉敷に泊まって、夏休みです。はい。倉敷とってもいいとこですね。いろいろ風情があってね、今お風呂に入ってきました。なんだかいい声、ね、安心する声ね、なんかいい声ね、聞いていたいような。どうぞどうぞ。なんか今日は皆さんと一緒に話ができて嬉しいです。はい、というわけで、このような面々で今楽しく談話をしておりましたところでございます。こんな感じでゲストハウスというのは、まあ、何遍も言うようですが、たまたま居合わせた人たちといろんな旅の思い出を語り合い、あ、じゃあ今度そこに行きたいなとか思ったり、またここに行きたいなっていうふうに思える、すごく楽しさがあるのかなと思いますんで、新潟にもこういう場ができたらいいなと思っております。そうすれば長野までしかゲストハウスがないところを新潟まで足を運んでくださる方も増えるでしょうし、まあ外国人の方もいっぱい来られればいろんな交流が生まれるのかなと思っております。ちなみにこのゲストハウスにはなんと座敷わらしがいるという、さっきもちょっと話が出ましたけど、ここでちょっとバタバタ音がしたら面白いよね。そうですね、自分も夕方ちょっと iPad 触ってたら、あ、なんか上に子供がいるなと思ったら、そんな人いなかったよみたいな、割といい神様がいらっしゃるそうなので、まあ、そんないいところにはそういう神様がつくのかなというふうに思います。というわけで、明日も倉敷で、過ごしたいと思います。またお届けしたいと思います。今日はこの辺でお疲れ様でした。